E174 型潜水艦は、第日本帝国海軍の潜水艦の艦級、海大クス型 B とも、同型艦2隻、2隻とも1944年に戦没。本艦級の潜水艦は、第二次軍備補充計画によって2隻が建造され、共に1938年に竣工した、計画番号 S34。基本的に前型と同型であるが、 尖閣の板圧を増し安全先行深度が85メートルに増大した。また燃料搭載量がさらに100トンほど増加し、航続距離を伸ばした。美砲は前型の後半3隻と同様12センチメートル弊社砲を搭載した。超音機は国産の93式水中超音機を装備している。太平洋戦争で以後第175潜水艦は、 米語へ空母リスカム米撃沈という戦果を挙げたが、2隻とも、戦没した。1942年5月20日に解消、看板に100を加えた。E174 型潜水艦は、同型艦2隻からなり、3隻定数の潜水隊に1隻、足りないものの1個潜水隊を編成した。クレチンジュフに配備されたため、クレチンの固有番号を与えられて、第11潜水隊となった。 クレチンジュフセキの十7 4七7 5で編成。L1 型潜水艦、L2 型潜水艦からなる先代の第11潜水隊が昭和13年12月15日に解体されて以来の3代目となる。太平洋戦争では中部太平洋、オーストラリア近海で紹介、輸送任務に従事した。所属艦の戦没が著しい第12潜水隊の補充のため、 昭和18年3月5日に解体された。ありがとうございます。